富岡市立美術博物館、福沢一郎記念美術館は、群馬県富岡市、もみじ平総合公園内にある美術博物館。群馬県富岡市黒川351-1、もみじ平総合公園内に位置する。世界遺産、富岡製紙場の北西、上黒岩及び黒川地区の丘陵場にあり、館内に富岡市を中心とした、 地元地域の考古資料や民族資料のほか、近代から現代にかけて活躍した、あるいは地元地域ゆかりの芸術からによる作品を展示している。開館は1995年8月8日である。建物の設計は柳沢孝彦宅建築都市計画研究所が担当した。連続する半円形のボールと屋根の列は周囲の山並みの景色と同調するものである。 上空から見ると、細長いボールと屋根が、建物の奥の方まで伸びているのがわかる。展示室は常設、企画、郷土資料の3室に加え、富岡市ゆかりの画家、福沢一郎に関する展示室が3室あり、うち室は彼のアトリエを再現したものとなっている。館内にはこのほか、市民ギャラリーや、視聴覚室、創作室、図書室、 作品の収蔵や施設の管理に用いる空間などが設けられている。開館時刻は午前9時30分から午後5時まで。休館日は毎週月曜日や年末年始など。自然史博物館とか、プラ文化ホール、妙義ふるさと美術館、福沢一郎記念館。ありがとうございます。